ウスプライベートプレゼンツアウさんのデリカシーがないラジオ第8回ですかね。あ、そうですね。こんばんは。こんばんは。皆さんお待たせいたしました。1週間ぶりの、はい、ラジオ、今週は土曜日公開です。はい、どうですかここ最初。いやもう大好評ですね。相変わらずラジオが、いや反響多いっすよ。1200でしょ、1000か2000でしょ、って2000もいかないから。いや2000近くなってきてますよ。あ、そうですか。じわ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 とじわじわと浸透し続けている、しつつある。あとリピートもあるんでしょうね、うん、もう一度聞きたいっていう。車の中、車の中で聞く人多いっすね。結構言われますよ。いや多いっすね。言われますね、うんうん、あと面識の方が80人。はい、あ、すごいっすね。ちょっと自分も驚いてるな。でも最初1000人目標つくんで全然あれですけど。いや、このコツコツ行けば1000人だって行きますよ。ただね、うん、結構誘導が激しいですから、うちは誘導が激しいんで、はい、1ヶ月後ごっそり抜けてるんじゃないか説が濃厚になってます。だからもうすでに解約した人もいるってことですよね。そう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 、惰性で1ヶ月の惰性が残ってて、うん、そうそう。ただね、このサブスクリプション、はい、いいところは大会するのを忘れちゃうっていう。そうっすね。このうっかりさん、このね、盲点をつくというね。そうですね、うっかりうっかりミスを狙って入りっぱなしを狙うってことですね、そうですね、やめる人いるんすかね。あ、まあいるんじゃない。例えば、まあ、うん、いろんな今まで誘導してきました、うん、ね、ゴルフ夫さんの名前を使ったり、はいはい、ね、なんか、なんかね、何番の裏側みたいな、なんてね、言うて、ね、それが聞きたくて入ってしまったっていう人は、うん、もうそれが聞けたら抜けてしまう、はいはい、なんていう人もいるかもしれません。でもその1ヶ月間で、はい、いや無料体験っていうもそうじゃないですか、うん、最初体験させちゃえば、うん、あ、また聞きたいからこのままにしておこうって人もいるでしょうね。そうそう、で、うん、どうせ入ってるから、はい、抜け、まだちゃん、いつ抜けてもいい、1ヶ月間あるからっていうことで、そうですね、はい、先送りにしてるうちにまた新しい誘導が始まる、ね、なるほど、うん、これアカウント分かるんですか、アウさんは。全部分かります。ずらーっとメアドみたいな感じで分かるんですか。分かります。それはなんか保存されるんですか。保存されるんですかってどういうこと何が言いたい。いや、もうそれでいなくなったアカウント俺は地の果てまで追いかけるんだよ。え、どういうこと、どういうこと、怖い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 、猫さん出てきた。どういうこと、どういうこと、やめたんですよね、うん、一度入ったのにやめたってどういうことですかって俺聞きたいですよ。あ、そういうのを許さない。何がつまんなかったんですかって。そういうのを許さない。許さないです、ね、俺は別に入った、うん、デリラジってそういうもんなんで。そんな怖いルール作るのやめて私物化するのやめて俺は別にね、私物化、入りたい時に入ってもらって、抜けたい時に抜けてもらって、はい、だってそんなサービスがさ、手厚いわけじゃないじゃない。限定動画週に1回見れるだけ。あとはね、プロモーションビデオが見れるだけ。いや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 、うん、でもこういうのはやっぱね、2番手がしっかりしてるんですよ。そっか。はい、いや、でも抜けた、いや、だから、80人もいるから、はい、誰が入ってて誰が抜けたっていうのは、うん、覚えてないとは分かんない。常に1日1回ぐらいこうプリン、僕にメールください、今このメンツ次の日な、次の日って照らし合わせて僕がスクショ的なのを送るって怖いね、怖いね、怖いね、出てきてる、どうしたって怖いぞ最近。いや、ちょっとでも本当にイラついてんの。いや、イライラしますね。特に今日はもう狂ってます。今日ってかもう最近嫉妬にずっと狂わされてます。今日なんかあった、うん、またストーリーズとかに上がるんですよ。今日のストーリーズ見たくない、皆さんないですかそういうの、うん、見たくないストーリーズ。今日なんかストーリーズ上がってた。いや、もうあれですよ、ヤスから、うん、ワッホーさんから。あ、今日のラウンド、練習ラウンドですね。練習ラウンドでしょ、うん、今日はしかもオークヒルズでしょ。今日はオークヒルズ、そう、猫さんの、うん、所属クラブ、今度ね、日本プロのね、これの予選会が行われるっていうことで、ワッホーさんがそれに出るんで、うん、練習ラウンドみんなで行ってきました。沖縄手びち合宿メンバーですね。はい、でもまあ、絆とかの書いてありましたね、うん。絆練習みたいな。うん、書いてあって、うん、みんなで仲良さそうに。いや、ダメじゃないですよ。うん、6人でしょ？今日6人ですね。はい、ってことは1席空いてるじゃないですか、各。うん、空いてるね。入ろうと思えば。何の打診もないわけですよ。どういうこと？どういうこと？だって、
オークヒルズですよ。オークヒルズです。ね、オークヒルズの練習ラウンドです。大事な。ね、うん、大事なね。うん、で安ゴルの方たちもいますよね。います。ね、うん、オークヒルズ安ゴルといえば。うん。わ、うん、かんない。わた私に声かかってもいいじゃないですか。そういうことか。はい。でなぜ俺が呼ばれてないんだと。いや、もう声かかってもいいじゃんと思うんですけどね。うん。来た？なんすか岩尾マジ。声かか来た？来れた？来てないでしょ。いや、あの声かかったら声立って聞いけません。いけないでしょ、うん、だから声かけてないのよ。いやいやいや、猫さんは誘ってもどうせ来ない。違う、うん、そんなことないです。いや、わかんないですよ。開けたかもしれないじゃん、うん、そのもっと前に言ってくれればかもしれないだからね。もうそれがメンションメンションで同じ画像がいっぱい来るんですよ、うん、で全部アウさんの乳首がめちゃくちゃ立ってるんですよ。ああ、それは俺も気になりました。俺あの画像持ってないんですよ。大丈夫か。俺はね、エクスペリア、アンドロイドなんで、うん、エアドロに対応してないんで、みんなでね、社の写真をね、シェアしてるんだけど、俺だけあの写真もらってないのよ。で、いかしないなと思って一人だけ。で、写真。乳首ビンビンで。燃焼された画像を見たらね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。俺の乳首がビンビンなんですよ。しかもかなりの、突起してるんで。そう。あれ、俺なんか女性ホルモン打ったかな。女性ホルモン打ったかなと思ったよね、あれ。いや、ほんと。よく乗せましたね。いや、あれね、ちょっとポルシャツがめちゃくちゃ小さいんですよ、あれ。で、出ちゃってるんですよ。びっくりした俺、あれがメンションされてきた時に。マスターズ仕様でね、一番目立ってんのに。デリカしないっすよ、みんな。あんな。めちゃくちゃ地球出てんすよ。爆乳貧乏になってるんですよ、地下、あそこが。はい。そんなとこでイライラしてます。ああ、もう、嫉妬で狂ったわけですよね、猫さん。狂ってるから、やめてく奴らをまずは。うん。八つ当たりしようかなと。もうどんどん猫さんが怖い人になってるんで、皆さん気をつけてください。はい、もう壊れてきますよ、沖縄、うん、の一件からもう。なるほどね。はい、うん、もう一人に切れてます。もう一人に切れている、猫さんがもう一人に切れている。もう一人というか、それはメンバーシップ限定とかでやってる。これもね、ちょっとね、みんな、メンバーシップのみんなに釘刺しとかなきゃいけないね。うん、これもう注意喚起です。メンシップの人にちょっと釘を刺すらしいです、猫さんが。怖いです。怖くなってます。メンシップは、うん、メインシップに入った人が聞くんですよ、うん、だから、うん、メインシップ入ってる、あ、俺入ってるよって言って、うん、入ってない人にこれを聞かせちゃいけないんですよ。あ、メインシップ入ってない人に公開をするのは NG だって。はい、NG です。いや、確かでもね、うん、YouTube とかの規約にあったかもしれないですね。メインシップでやってることを外に漏らしてはいけないみたいな。あ、さすが。いや、わかんない。あった、いや、わかんないんだけど。さすが Google。うん。いや、でもそれね、うん、中にはね、僕に聞いてくるやつもいるんですよね。どういうこと、どういうこと、これ前回メンバーシップ内でちょっと話しましたけど、うん、あ、あいつだ、あいつですよ、うん、みんなご存知かと思いますけど、うん、誰、崔貴則こと、崔貴則こと、ゾヤさんがなんか違法行為です、あれ、うん、まあ、ちょっと彼もちょっと前の話なんで、うん、ちょっとその話ちょっと合ってないんで、最近あれですけど、前の話ですけど、うん、僕と会った時に、うん、あ、デリラジちょうどいいんすよ、渋い声で。ドヤさん好きそうだもんね、デリラジ。そうそうそう、うん、車でいつもゴルフ行く時、うん、あれちょうどいいんすよね、って言って。うん、で俺が、ところで、うん、メンシップ入ったの？あ、って。ねえ、はい、演者側をメンシップに誘い込む誘導も過去にありましたからね。ありましたからね。引きずり込んで、我々成功したかなかと思って聞いたら、うんうん、いや、入ってないですと。おうおう、あれ入ったら負けなんですよ。なんか言ってたらしいですね。言ってましたね、うん。あれ入ったら負けなんですよって言って、うん、あ、そうなんだと思って、うん、いや、まあ、でもいいじゃん。それだけ楽しんでるなら聞いてくれりゃいいじゃんとか、うん、やりとりしてる中で最後、うん、で、何話してんすかマジで、デリカシーないというか、ズルだね。泥棒っす。メンシップ入ってないのに、メンシップ入ってる、メンシップで何喋ってる顔を、猫から聞き出そうっていう。猫から聞き出そう。とする、デリカシーない崔貴則、崔貴則、土屋さん、土屋さんですね。可愛いとこありますけどね。可愛いですけどね。もう入ったかな、じゃあ。いや、でもね、彼の周りに、だからこれ注意喚起はそこにしてるんです、僕は、うんうん。彼の周りにやっぱりメンシップ入ってる人いるはずなんですよ。うんうんうん。それを聞かされちゃう可能性あります。うん、ああ、なるほど。だ、絶対に土屋には何があっても聞かせるなっていう。注意喚起ね、ここまで気になってんだったら490円月額、はい、日割りにすると20円ぐらいじゃない。もう払ってるかもしれないですけどね、うん、分かんないです、それはもう実は入ってるかもしれない。日割りにすると20、17円です。
ねえ、まあね、日でやるとですね、うん、これこんなお得なことないんで、いやないですよ、ね、それでそのストレスがなくなると思えば、いやいや本当ですよね、まあゴルフ場の行き帰りで、それでちょっとでも時間を潰せるのであれば、うん、確かに確かに、うん、こんなお得な話ないですよね、うん、ちょっとオープニング長いですねだから言ったじゃないですか、うん、じゃあ一旦 CM 行ってCM 行きましょう、でその後ニュース、はい、猫さんの大好きな肩温まってますよ、うん、2週間ずれてるんで、もう肩温めてきましたんで、今日2週間ずれてるんでってどういうこと、じゃあ前回ニュースやってないじゃないですか、 あれ、うん、やってない、やってないですよね、うん、2週間分ですけど、まあ、今週と先週分2週間分やめて、もう聞く人いなくなっちゃう2週間分のニュースやられたら2週間分のヤフーニュースのコラム読まれたらさ聞く人いなくなっちゃうから大丈夫です、今回はとっておきのニュース、驚愕のもうこのマスターズにも、うん、あ、マスターズが開幕しました皆さん、開幕したんで、うん、そのマスターズにもちょっと絡んでるニュースでございます、ちょっとまつわるニュースがあるんだね、まつわるニュースです、うん、あとこれを聞いておくと、うん、みんな上手くなっちゃうかもしれません、 あ上手くなる方法、これをこのニュースを聞いて、うん、上手くなる方法は限定の方で言います、なぜこのニュースが上手くなるのかっていう、あ、わかりました、実はまた最後に言ってもらっていいですかすごい仕切り出してるんで、忘れちゃうんで、忘れちゃうから言ってるんです、猫さんが仕切り出すとだよな、俺もう気になっちゃうんでじゃあまあ一旦 CM を、じゃあ CM どうぞ、失礼します、社長今回の物件です、どうせ大した物件じゃないんだろう、駅から5分、30坪、日当たり良好で、この値段、君一体これどこで、ハウスプロデュース、家と未来を安心プロデュース、ハウスプロデュース、今週のニュース、マスターズ絡みですね、マスターズ絡みでございます、もう、ね、いや始まりましたね、いよいよですね、今これ、ラジオの撮影してるのが、金曜日の夜です、はいはい、ちょうど昨日初日が終わって、うん、今日の夜中2日目っていうところでございますね、デシャンボーが1位でした、そうですね、はい、いきます、はい、ニュースです、マスターズでタイトリストが6カテゴリーの使用率ナンバーワン、デシャンボーは契約外でプロ V1X レフトダッシュという見出しでございますね、アブさん、マスターズに関するツアーレポート速報を届きました、世界のゴルフシーンを牽引するマスター括弧達人が一堂に集まって競う最高の舞台で、タイトリストゴルフボールは今年も使用率ナンバーワン獲得、レフトダッシュも含めたプロ V1 ファミリーの、性能比較、これは画像だから皆さんにはお見せできません、メジャー初戦でもいつも通りボールを含めた6つのカテゴリーの使用率ナンバーを獲得した、ボール 60%、 ドライバー 30%、 ユーティリティ 50%、 ユーティリティアイアン 45%、 アイアン 24%、 ウェッジ 45%となるということで、しかも初日7アンダーで暫定首位のブライソン・デシャンボーは契約外でプロ V1X レフトダッシュを使用しており、6アンダー暫定2位の発進スコッティ・シェフラーも契約外でプロ V1、 その他アマチュアを含めタイトリストのボールの使用率はなんと53人、そしてその中8名が契約外で使用していると、以上ですの長いねはい、曇ってきちゃったよスタジオが曇ってきちゃった熱気で、目つぶってたら気合い入れたんですよ、ニュース読むのに、かなり気合い入れました、ボールのニュースやめろって言ったじゃん誰も興味ないんだからさ、これはほっとけない事実ですよ、アブさん、でもあ、まあタイトよく考えてください、タイトリストのボールがやっぱりいいと、いやいいと思うんですよね、レフトダッシュって何、あの V1X をちょっと私も詳しく分かんないですけど、うん、さらに硬くしたみたいな、あーちょっと飛距離とか、だからヘッドスピードを出る方用の、うん、なんかもともとツアープレイヤーにのみ配ってたらしいんですよ、配ってた配ってた配ってたね配ってたものらしくて、うん、
で、それを一般でも買えるようにしたのがプロ V1X レフトダッシュ。今普通に売ってる市販製で、日本で。もう売ってます。4月から売ってます。あ、4月からなんだ。はい。ちょっとそれにしてみようかな。だけどこれはね、ヘッドスピードマジ速い人じゃないと、この恩恵が受けられない。恩恵が受けられないとか、なんとかっていう。受けられないとか、受けられるとか。とかうん、情報がね。はい。まあ、だからこれだけ今 V1 がいいんですけど、うん、このニュースに関してちょっとまあ、あと限定の方だって言いますけど。うん、これやっぱあれか、でも契約外でも選手が使ってるっていうところが、このニュースの味噌になってるわけですね。味噌もそうだし、うん、一番は、うん、あのブリヂストン愛が強かった。ブライソン・デシャンボーだ。ブライソンが。デシャンボーといえばブリヂストン。契約外ですよ。え、ブリヂストン契約でもないの？もともとブリヂストンとは多分契約してましたと思う。うん。でも、わかるんです、こっちも。契約あるのに他を使うってことはない。ないからもう切ったと。なるほど。切って、今年からフリーになった。あれだけ神経質な男が、うん、タイトリストのレフトダッシュ使って、さらに神経質なんだ。デシャンボー、デシャンボーめちゃくちゃ神経質なの、うん、あのなんか塩水作ってボールを中で回して、うん、毎回同じ面が上に来ちゃったらダメなんですよ。ダメなんですよ。ああなるほどね。そうそう、うんうん、必ず、うん、あのブレあグレーがある均一になっちゃいけないから、うん、でそれをテストしたら本当はブリヂストンが一番良かったって彼は言ってた、うんうん、だけど今回それを変えてですよ、うん、タイトリストのレフトダッシュにしたと。なるほど、これは、はい、猫さんにしたらいいニュース持ってきたかな。これは芯食ってますよ。芯食ってんね。みんな今もうラジオの前でうん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 って。ただブライソン・デシャンボーと同じヘッドスピードの人がこのラジオ聞いてるとは思えないからドヤぐらいかな。ドヤぐらいですね。ドヤは、でもこの続きは残念ながら、うん、あのメンバーシップの方行くんでドヤは聞けません。ボールの恩恵については猫さんに聞いてくるかもしんないんで気をつけてください。言わないです。口滑っちゃうんで猫さんはすぐ。大丈夫です、うん。あ、そんなニュースがあったんだ。はい、これニュースですね、うん。まあ1個ぐらいでいいんじゃないでしょうか。ニュースだね。ニュースは、はい、うん、あの今回もハガキが充実しておりますので。あ、やっぱハガキ来てます？来てますよ。まあね、うん、やあのコメント欄だったり、うん、ね、あの猫さんの DM だったり、はい、ね、いろいろ来てるんで、はい、うん、じゃあ早速コメント欄行っちゃう？じゃあ行っちゃいましょうか。コメント欄じゃねえ。なんだっけ？なんつったっけ？おはがきのコーナーね、うん、で今あの水面下で、うん、デリラジステッカーの制作に取り掛かってます。いよいよですね、重い腰が上がりましたね、うん、デザイナーたけしの僕のデザインしたデリラジステッカー。いやーこれね、どれだけ俺が口説くのに時間かかったことが、うんうん、ようやくね、その、うん、デザイン料報酬料の契約が合意に至りまして。合意に至りましたね、それなら俺も合するよと、はい、うん、まあ、ぜひね皆さん車に貼ってください。そうですね、うん、ぜひデリラジのステッカーよくね埼玉県走ってるとね、うん、車の後ろにねナックファイブのステッカー貼ってあります。そのノリで貼ってください皆さん。水曜どうでしょう的な、的なね、うん、だからデリラジ、まあ、貼ってくださいっていうか、うん、このステッカーをもらうのも一苦労なんですよね。いや本当俺絶対あげないですからね。はがき読まれた人以外は絶対にあげないです。これ全員にあげるの？読まれた人、まあ、基本はもらう権利はいいんじゃないですか。くださいって言って僕に DM で、うん、あのもう本当 DM 好きだな。あの住所と名前で、うん、あの封筒に入れて僕送るんで。あ、封筒ならあれか。そう、封筒なら80円ぐらいですから、うん、もうしょうがない、そこはもうね、うん、着払いにしてやりたいですけどね、うん、まあまあ着払いでいいと思うよ。封筒着払いなんかできないだろ。できないから、なんか、あるじゃないですか、うん、ちゃんとしたやつ。いや、それかわいそうっすよ。うん、何百円か。だから封筒だったら、あれ、100円とかね、送れますもんね。うん、まあ、それしょうがないですだって。いや、だから、でも、全員だとあれだから、うん、まあ、その週に一人ぐらいかな。ステッカーベスト。うん。あ、なるほど。ベストオブ。うん。それ以外にも考えてるんですよね。いや、そう。それで、本当に面白い、うん、まあ、月1じゃないですけど。月1ぐらいだろうな。まあ、座布団みたいなもんですよね。商、う、店、ん、の。そう。だからね、今もね、うん、例えば、爆乳貧乏さんとかね。爆乳貧乏さん、ああいうもう明らかにこの2ヶ月貢献したという人には、うん、なんと、アウさんがデザインした、デリラジのバックタグ。出た。出ましたね。ちょっとイメージできてますよ。これは超希少ですからね。そのデザインのイメージは、うん、これ免許入ってる人ならわかるんですけど、うん、メンバーシップ限定動画の方のラジオの左上ぐらいにね、うん、ちょっとメンバー限定動画みたいな書いてあるじゃないですか。あ、はいはいはい。
あんなイメージ、ちょっとキラキラした。キラキラした。うん、あのイメージのちょっと丸をイメージしてます。丸をイメージしたんですね。でね、うん、あのバックタグは、うん、あの丸が正義なんですよね、だから。なるほど。わかるでしょ？はい。ね、数々、あの、日本アマのバックタグとかね、全部あの丸じゃない？確かに。うん、あれ角がない、角あると傷つけちゃいますから、ね、うん、隣を、うん。あんな感じのバックタグ。いいですね。これがね、今、現在、制作に取り掛かってます。取り掛かってますね。はい。今工場フル稼働で、いや、そうですね、やっとアウさんが思い越しが上がりましたんでね、うん、もういいよ、ちょっとハガキ行きましょう。ハガキ行きますか。はい、じゃあ行きます。ちょっとごめんなさい、用意してないです。うん、一旦 CM 行くぞ。一旦 CM 行きましょう。歌行くか。歌、あ、そう、歌、ラジオといえばやっぱ歌ですか、ね。うん、大好評、大好評。アウさんフューチャリングね、うん、なんとかさんで。なんとかなんとかさん。いろんなとこで聞かれます。あれ何なのって。とか、うん、あと、あの、質問で誰か来てませんでした？あの、うん、なんだっけな。あ、それ、ハガキで来てます、それも。あ、本当に？そうです。あの、いくら検索しても出てこないって。そうそうそう、ね。俺も知りたいぐらいです、あれ歌ってる人。スポティファイで検索したやつなんですからね。まあ、それについては免職だな。免職。免職で全部。免職でどういうことなのか。うん、何が、何の曲が何なんだと、うん。いい曲だからね、頭残るもんね。そうですね。じゃあちょっと早速、じゃあおはがき行きましょうか。いや、だから曲行くっつってんだよ。行かせてくれよ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。探し物なら。私は都内在住の31歳会社員。趣味でゴルフを始めたいけど、毎日の仕事が忙しくて暇がない。新宿で夜間もやってる練習場はないだろうか。ちょっとそこの君。はい、あなたは誰ですか。スイング24/7は新宿三丁目駅から徒歩3分のインドアゴルフ練習場なんだよね。なるほど。で、あなたはどちら様ですか。24時間365日いつでも打てるって話だよね。それは素晴らしいですね。ところであなた、ゆったり広めの4打席。広いのは分かりました。私が知りたいのは、お問い合わせお待ちしておりますって話だよね。お問い合わせしてみますって話だよね。早速おはがきの方、はい、行ってみたいと思いますね。うん、新しい方もね、やっぱ増えております。あ、やっぱ新人から行きますか。はい、うん、ちょっとね、これね、まあ真面目というか、ちょっと試合寄りな方からご意見来ております。うん、行きます、うん。ペンネーム、はい、アリエンさん。アリエンさん、ひらがなでアリエン、うん、はい、アリエンさん、はい、ありえないって意味かな。ありえないってことですかね。はい、うん、何か日本プロの予選会場で18ホールエアレーションバリバリのグリーンで男子プロ、将来をかけて男子プロなのに閉じるが苦戦したとのこと。協会さんのデリカシーのない試合会場設定はお二人どう思いますか。なるほど。エコさんから言いましょうか。要は、うん、日本プロ、日本プロか、うん、日本プロゴルフ選手が、だからさっきのもあれですよね、うん、アウさんが練習ラウンド行ってたような感じですよね、うん、そういう会場が要はエアレーションがバリバリだったと、うん、まあ、僕はですね、うん、そこはですよ、うん、そこは同じ
条件でやるから、うん、まあしょうがないかなって気しますけどね、うん、何もバッキバキのセッティングツルツルのグリーン、うん、11フィート12フィート出さなきゃいけないっていうこともないかなって気がしますけどね。なるほどね、はい、うん、これは僕の意見です。うん、僕それ多分ね、うん、動画のコメント欄に寄せられたんですよ。だから僕もそれを目にしてました。あ、なるほど、はい、でそれと時期を同じくして、はい、関西のあのマイゴルフさん、あ、はいはいはい、はい、で刺身さんかな、うん、あれ個人チャンネルかな、うん、ちょうど同じ動画上げてたんですよ。多分同じ会場です多分。はい、エアレーションでなんか写真付きで説明してました。はい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 、ちょっとまあ、リンク貼ることはちょっとできないですけど、うん、刺身さんの動画、多分知ってる人も多いと思うんで、多分その人の動画を見た人かもしれない。うん、なるほど。で、コメントした人かもしれない。で、もちろんあの刺身さんは、うん、別に言い訳してるわけじゃないです。みんな同じ条件なんで全然いいんですけど、うん、ちょっとまあ、悲しいかなっていう。まあ、確かに運になっちゃいますからね。うん。で、事前に分かってたことじゃないかと。はい。うん。今入れんなよと。うん、そこまで言ってないけど、うん、いやそこまで言ってないもん、ね、なんだ、うん、想像で今言ったでしょそんな今入れんのよと言って、でもだからそれも、うん、でもゴルフ場もさ、うん、いや俺もそのコース管理よく分かんないけど、うん、やっぱその試合があったことも分かったと思うんだけど、うんうん、でもなんか今やっとかないとってのもあるかもしれないじゃない。まあちょっとそのね、1週間ずらせなかったのかなとかってことでしょ。確かにまあそれはありますけど、うん、で俺今日ワッホーさんに会った時にその話したんだよ、はい、あ、したんですか。うん、でワッホーさんもその関西でなんか出てたから、うん、はい、でその会場だったんですかって言ったら、なんかワッホーさんは違かったのかな。なるほど。うん、でもやっぱりその話聞いたら、うん、うん、まあまあでもまあ同じ条件なんだけど、まあちょっともうちょっとなんかやり終わったのかなっていう、そういう意見でしたね。まあね、運になっちゃうんですよ、うん、だから僕も本当はですよ、うん、実力通りの、うん、その結果を求めるんであれば、うん、やっぱツルツルスベスベの方が、まあね、絶対いいじゃないですか、うんうん、だって普段エアレーションで練習することないからね。そうだから本戦はそれでいいと思うんですけど、僕予選でね、例えば大雨降ったとか、うん、自分がその経験にいっぱい救われてきたんで、うん、バッドコンディションに。なるほど。バッドコンディションだから勝ち上がった人もいるかもしれない。そうそうそう、うん、バッドコンディションだからこそチャンスじゃないけど、うん、あるから、うん、若い人とか、うん、本当になんかその時だけだから、まあエアレーションもその高麗みたいにバチンって打てば切れなかったりするから、うん、開き直る心の強さがあるとか、うん、なんか違うとこ試せると僕は個人的に思ってるんですよ。なるほどね。だからあながち確かにその方がいいんですけど、あながち全部がそれが悪いことかって言ったら、なんか他のチャンスの芽が出てきたりして面白いかなと思うんですよ、ね、なるほどね。でも本戦じゃ絶対やんないじゃない。あ、それはもう絶対ダメですね。まあ、エアレーションっていうのは例えだとしても、うん、本戦で変なコンディションには絶対しとかないわけじゃない、うん、だからちょっとやっぱり予選ってことで、いやこれ分かんないよ、うん、俺の想像で話すけど、予選ってことでちょっとと、うん、まあちょっと舐めたのかなって思ったけどね、うん、俺、あ、まあ、うん、そのセッティング側が、うんうん、予選だからいいやぐらいに思ったのかなと思う、うん、だってさ、それこそトップのシード選手なんかは予選出ずに出るわけじゃない、うん、そうですね。だからそのね、うん、予選から勝ち上がってくる選手をちょっと、うん、粗雑に扱ったのかなと思うけどね。うん、で俺が、うん、もしこれが、うん、グリーンキーパーのリーダーだったら、うん、ブチギレますけどね。どっちに開けたやつに恥かかすんじゃねえって。ああ、まあまあまあね、うん、あ、でもグリーンキーパーの責任な仕業なんじゃないの、わかんないけどだからキーパーの、わかんないですよ誰が開けたか、うん、キーパーが自ら開けに行ったの、いや完全想像の話します俺ら、うん、じゃあ仮にちょっと悪い方言います。うん、いやもうこれやっぱ意地があるんですよ。悪い猫さん出ます今ちょっとかばいました最初僕、うん、あえてかばいましたよね、うんうん、だけどその反面ね、うん、じゃあ僕がグリーンキーパー界のグリーンキーパーを仕事としてやってる人間だとしたら、うん、お前何やってんのって。まあね、うん、プロゴルフでお前じゃあどうすんのって、その試合でこれでうち、うんうん、
うちなんて言われると思ってんの。いやだからちょっとあの評価を下げたというか男を下げたというか、そうそうそう、ほら見たことかじゃないけど、なお前試合前に、うん、日本プロの予選の試合前にさ、うん、エアレーション、うん、何やってんだよお前キレて怖くなってます猫さんが、怖い猫さんが出てます、虎になりました、虎の目になりました、うん、って言われてもしょうがないと思います。そうそう、 だからその予選っていうのがどれくらいのものなのかって俺ら分かんないんだけど、大事ですよ、俺なんかではやっぱ大きいものだと思うのよ、そのそう、まあ、まあ、はい、一般営業の方が重要なんだよっていうゴルフ場もあるかもしれないけど、いやいやいや、あのそんな大舞台、まあ、予選だからだと本当分かんないんだけど、いや頑張れなかったのかなって思うよね。取材行きます、このなんでエアレーション入れたんですかって。大丈夫、ゴル日本ゴルフ場協会から俺ら出禁なんない。いや、逆になってもいいけど、なってもいいですよ別に、僕も、うん、もう KJ に嫌われてるんで。うん、何なんつった、KGA に金子隆は嫌われている。嫌われてます。ちょっと聞き逃せない、この発言の続きをメンバーシップ限定で話します。猫さんと話しませんでしょ、猫さんと KGA の関係については、メンバーシップ限定で話すんで、はい、限定で話すこと多いですね。ちょっと話すことね。重いとこやで、ボールの秘密。いや大変だよ、俺だってメンバーシップ誘導しないといけないんだからさ。メンバーシップの方たちにもね、うん、特別感味わってもらえるしね。ちょっとこんな感じですね。まあ、ちょっと1個の話が長くなりましたけど、すいません。いやでも、うん、あのこういう意見っていうのはあんま俺ら触れることないんで、ありがたいですね。で僕もちょうどねその刺身さんの動画を見た後だったんで、うん、なるほど。あ、なるほど、こういうことが行われてんだ。ああやって動画に出してくれたり、はい、くれたり、こうやってコメント欄に言ってくんないと俺ら分からないからね。はいはいはい。うん、そうですね。まああの今度から僕の DM にできれば。インスタの DM に、あ、コメント欄に、はい、コメあのおはがきをやるんじゃなくて猫さんに DM がいいらしいです。一番いいですね、まあ、インスタやってない方かもしれないんですけど、はい、あのまあ、そちらの方はしょうがないんですけどね、うん、あの一応そうすると僕が、うん、これなんかもうコメント欄に先に入れられちゃうと、うん、みんなの目に触れてしまう、仕方したみたいになっちゃうんで、はい、うん、読まずないぞ、終えない、うん、次いきます。はい、ペンネーム、はい、シャクティンバンコさん。シャクティンバンコ、はい、シャクティンバンコ、ね、なんだっけな、それシャルティンバンコですよね、本当はサルティンバンコだ、サルティンバンコか、うん、なんかサーカスみたいな、そうそう、なんかあのアレグリアとか、うん、飛んだり跳ねたりするあのよくね、フジテレビの夕方 CM やってたよね、うん、やってたやつだ、うん、やってた、なんかね、やってた、夕方のアレグリアあのサルティンバンコ、うん、はいはいはい、はい、うん、なんか双子が飛んだり跳ねたりそうスカイラブハリケーンみたいにやってきてるね、うん、見に行ったもんねえわあれマジで、なんかこうね、北欧とかロシア系のなんか集団でしょそうそうそう、体の柔らかいね、うん、小さい、必ずフリーテレビだよね、そうそうそう、夕方の CM、うん、髪の毛一本結んでこう、うん、バンバン振り回されたりして、そう、いいんだよその話はいいんだって、いいんですか、うん、ほっとけないです、シャクティンバンコさんです、はいはい、なんだっけシャクティンバンコってあ、いいよ、いいですか、うん、アウさん、猫さん、お世話になります。お世話になってます。新しいですね、うん、はい、いつも寝る前に聞いてニヤニヤしています。 ありがとうございます、はい、ゴルフは年間30から40ラウンドしており、うん、大好きなのですが悩みがあります、はい、メンバーは会社の上司や後輩がメインとなっていますが、過少申告をする人がたまにおり、かっこ後輩、気づいてしまいます。お二人はどのように対処していますか。上司バージョンと後輩バージョンを教えていただければ幸いです。これはガチの悩みですね。ガチだね。過少申告する人はいます、まあ、意図的にやる人もいれば、はい、まあ、ほとんどの方が間違えて申告すると。うん、猫さん、なんかありますよ意見。これね、私の周りにもいたんですよどこにでもいると思うよ。俺だって過少申告しちゃうことあるし、うん、いや、あのね、うん、自らやってる人、悪質なパターンね、悪質なパターン、うん、その自ら やりに行ってる人だったんで、なるほど、もうそれは注意しなかったっす、うん、あのどんなに打ってもダボってるんですよその言い方が、うん、あーダボっていう感じなんですよ、うん、だからなんかさも
ダボだったって感じを出されちゃうから、うん、もうそれ以上いやみたいになっちゃうんですよね、うん、ダボで耐えてんのにダボで悔しがってるんだ。そう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 、うん、でそれどうしたの。いやもうそのままもうだって取引先だから。あ、まあだから、うん、そのまあだそういったことはまああるってのはもうあるんだけど、うん、それをどう対処するかでしょ。うん、だからまあ俺の場合は、はい、まあ言える人なら言う。なんて言うんですかそれ。ちなみにアウさんは。いや言える人だったら、だからすごい友達関係だったら、うん、あのいやだからダボをボギーってしたらダボだよっていうだけ。ああ、はい、別にだって、うん、もううん普通にそれ友達関係、友達関係だから言える人だったら、むしろ後輩だったらそう言うべきですよね。うん、今のダボでしょって、うん、ダボでしょ、うんうん、でも後輩があーダボって言ったとします、うん、ボギーあー今の1,2,3,4,5 あダボでした、ボギーボギーでいいの？ボギーでいいですか？ダボって間違えた間違えた間違えた。俺課題申告してるんですか？あ、そっかそっか間違えた。じゃあじゃあじゃあボギーって言って。いや、うん、あ、ごめんなさい。最初からいきますよ。最初から言って。うん、あーボギー。ダボ。お前ダボ。うん。お前ダボ。言い返せないですね。うん。言い返せないです。悔しがってんのに、うん、言い返せないです。うん、次は、うん、1,2,3うん、4,5 でボギーです。ダボ。お前ダボ。うん。数えたちゃんと。え、だって。バカ？バカだ？まあ、ダボだよ。あのスイングでボギーはないだろって。いや、普通に、だから仲良かったら普通に言う。はい、なるほどね。うん、でもこれどうするんですか？じゃあ、その取引先とか上司。言わない。ですよね。何も言わない。だから俺も言えないですよ。うん。なるほど。うん、別に関係ない、その人が。ボギーで、その人ダボがボギーっていう。あの後輩だから今 だいぶ参考になったんじゃないですか彼、うん、この質問者の方、うん、いやだから言える人には言えばいいし、うん、言いづらいなって人には言わなくていいと思うけどね。なんか自分が損しますよね言うことで、うん、ただ、うん、いやだから例えばさ、そう過少申告ほぼ毎回のようにしててさ、うん、まあ、トータル5打ぐらい良くなっちゃったと、うんうん、5打6打あの、うん、その人がねで、うん、スコアで負けてしまったみたいなのもあるわけじゃん。それ辛いっすね。それはねすごい辛いのは分かるんだけど、うん、あのそれぐらいいいじゃんって思ってやった方がいい、うん、だから強くなるしかないんですよ。出た上手くなれともうじゃもう強くなるしかないですよ。強くなる、うん、上手くなんなくていいから強くなれって俺はもうこういう時のために、うん、借金番号さん、ね、過少申告をね、うん、言う言わない先輩後輩関係ない、うん、強くなれその強くなればそんな悩みすらないとなくなります、うん、もう言われあのボギーがダボは関係ないこっちパーなんですから、うんそうだよね。そう。こっち72なんだから。72なんだから別に引っかかるんです。くら過少申告90だろうが85だろうが関係ない。うん、相手が80だろうが、うん、こっち72なんだから。72なんだ。そういうことです。強くなれ。はい、もうこれだけですね。釈天さん。ありがとうございます。ありがとうございます。すっきり解決ですね。うん、ちょっとねハガキがね、うん、思ったより来てるんですよね。来てんだ。そんなやっぱみんなやっぱ。思う節あるわけだね。今までこう人にね、うん、あの言えなかったことをやっぱラジオネーム匿名にすることによって、いや本当ですよ、悩みを解決できる、これ素晴らしい番組になってます。素晴らしいですね、じゃあ次早速いきたいと思います、はい、ラジオネームこれ2回目かな、はい、この人、はい、シャインマスラオさん。シャインマスラオさん前回もいた記憶があります。いましたね。いましたね。はい、はい、いきます。アウさん、ネコさん、こんにちは。こんにちは。今日は先日参加したスクランブル方式のミックスダブルスの試合での出来事を投稿させてください。あ、競技、ミックスダブルスの競技だ、ね、男女ペアってことですね。前回もその方、競技的な話でしたね。ちょっとそんな話していただいて記憶ありましたね。はい。パートナーと戦略がうまく噛み合い、うん、最終ホール残し5アンダー。相当な腕前ですね、これ。あー、すごいです、これは。最終ホール残し5アンダー。うん、このまま行けば予選通過も見えていました、うん、一方で一緒に回るもう一組のペアはワンオーバー、うん、予選通過は絶望的な状況でした、うん、試合のスタート時間が遅かったため最終ホールパー4にたどり着いた頃には日も傾き始め、フェアウェイを左側にある私たちのボールの位置からグリーン方向を向くと太陽が真正面に来ていました、うん、なんか
小説みたいですね。西日的なことかな。パッと自分の顔の正面に太陽がいた、うん、すごいこのなんか情景が私今頭の中に浮かびましてですね、うん、早く読んで、はい、そんなことをあの言ってもらいたいと思ってないかもしれないからさ、眩しすぎて目を開けてショットもできないし、うん、距離計も計測不能で距離感もつかめず、パートナーと相談し太陽が木の陰に入るまで少し待つことにしました、うん、あ、なるほどね、眩しすぎて。なるほど、はい、うん、するともう一人のペアの女性、うん、過去50代のおばさんが、うん、スロープレイになるから早く打ってください、すごい言い方するねと怒鳴ってきました。怒鳴ったの？だ今の俺の言い方じゃ甘いかもしれないです、うん、グリーンは池に囲まれていたので慎重に行きたかったのですが、その声に渋々打ったら二人ともボールが池の中へ。結局ボギーとなり一打足らずに予選通過できませんでした。まさにあの一打がなければと悔やんでも悔やみきれません。この時のおばさんの行動はさすがにデリカシーがないと思うのですが、お二人の意見はいかがと思いますか。ああ、なるほど、これ難しいですよ。ミックスダブルスってことで男女のペアの、うん、スクランブル、いい、はい、あの2人とも同じところ打っていい球を、はい、はい、使うっていうあれですね。はい、うん、あのですね、はい、猫さんから私からでいいですか、うん、どうぞ。まずこのもう一個聞きたいのは、うん、最終組かどうか、自分が、あ、後ろに組がいたかどうか。そう、なるほど、うん、そこが僕は大変重要視しております。後ろにいなかったらまあいいじゃないかと。いいと思います、うん、しょうがないっていうか、まあ、うん、これ大事な場面なんでって言い返してみてます。例えば、うん、それが後ろにもしスタンバってて、うん、何かを待っている状況だったら、うん、日が暮れちゃったら、まあね、後ろの組も返そうじゃないですか。サスペンデッドになってしまう。サスペンデッドになっちゃったりとか、まあ、本当に真っ暗の中、そうそうそう、影響出ちゃうから、うん、今度自分が加害者になっちゃうから、うん、自分が加害者にならないように、うん、ちゃんとそこはやっぱお互い様の精神でいって、僕は、だからそれによってだいぶ大きく左右されるんですね。あ、なるほど。この結果は。それもう猫さんらしい、あれ、それ全く気にしてなかったね、それは俺。あ、そうですか。うん。アオさんはちなみに。いやいや、わかんない、マジでどれくらい待ったのかがわかんないから、これもう正直俺何も言えないな。あ、じゃあ詳細、いや、まあ詳細をまああえて聞く必要もないんだけど、はい、まあ、はい、いや、で要はね、うん、まあ言い方なんだよね、そのおばさんの。ああ、まあスナープレーになるから早く打ってください。いや、どなる、いや多分その人たちはもうどうでもよくなってるわけじゃん、うん、スコアもうダメだし。確かに。で、まあどな、うん、もうちょっと、いや、ちょっと、いや、あの、わかるんですけど、もう、ちょっと早く打ってもらった方がいいかもしれないですね。スロープレイになっちゃうんで。まあ、俺は言わないけど、まあ、そういう言い方だったら、うん、あの、その方も、いや、ちょっと今もう西日があれで、ちょっと距離計も当たんないんで、大事な場面なんで、っていう、コミュニケーションをね。なるほど。だから、あの、うん、それまでにもうちょっとコミュニケーション取れてたらよかったのかなと思ったね、うん、そこまで来てますからね。で、僕だったら、うん、僕が同じ同組でいて、うん、ちょっとシチュエーションがもし後ろいないかったら、うん、まあでもスロープレイになるから早く打ってくれって言われて後ろ来てたんですかね。わかんないな、ちょっとマジわかんないですね。でも、うん、まあ、仮にあれだとしたら僕は逆にもう予選自分が通らない立場だったら、うん、もう通るの応援するんで、うん、いや、もう待った方がいいよ。まあまあそうだよね、うん、だから本当あれだよね。だからそう、あの、人によるんだけど、うん、その同組の人とどれだけコミュニケーション取るかっていう。俺とかも結構仲良くなっちゃうんだけど。なっちゃいますよね、うん、で待った方がいいっすよ絶対みたいな感じで言っちゃうかな、うんうん、僕だったら。そう、あ、だから、うん、その同組を応援できない人も中にはいるからね。ただこの状況でどちらにせよ、うん、大丈夫な方が一つだけあります、うん、何？強くなることです。あー、強くなれ強くなれ理論だ、猫さんの。そうだよね。あの、いや、でも本当リアルにそうで、例えばそれで怒鳴られて焦って打った。はい、うん。うん。で、いくら怒鳴られても打たないっていう選択肢もあったけどね。そう。心の強さもそうですし、うん、西日、うん、視界、レーザー関係ねえ、うん。あそこに俺は打てるっていう強さを身につけていれば、うん、全く問題ないです。なるほど。はい。ちょっと強めのサングラスをかけろっていう選択肢はない。それもあります、うん、それも常備していただいた方がいいかもしれません、うん、ちょっと濃いめのどちらにせよ強くなれってことですよね、うん、タモリ張りの
濃いめのサングラスを目が見えないやつですね、用意しとけっていう、あれはあるあります、あるんだ、それもそれが一番いいかもしれない、うん、この西日問題だけで言えば、うん、はい、西日が眼しくて測れない、うん、眼球が強く焼けなければ、うん、全然測れますから、なるほど、眼球を強く生きろと、うん、ちょっとごめんなさい社員増田さん猫がふざけ出してます、真剣にいやこういう、いやそうですね、増田さん競技で悔しい思いしてるから、うん、一打だ前回もう、うん、多分女性の方だよね、だから前回のあれも見ると、まあ、ミックスダブルスで、うん、あでも分かんないです、いやだから前回なんか月齢の話だったじゃん、あおばさんの、そうそうそう、だからまあ女性だ、ね、まあ女性でしょうね、女性でだからよくおばさんに絡まれる男性ってことはないですか、かもしれない、うん、よろしいでしょうか、はい、答えになりましたでしょうか、いやなってないと思うけど、まあ強いサングラス、いや強いサングラス、ちょっと強めのサングラス、濃いめの、うん、強めの眼球、強めの眼球、そして、うん、何どんな状況にも負けない心、うん、そしてどんな状況でも打ち抜く技術、うん、なるほど、はい、すいません猫ふざけ出してます、いやでもよくボギーで上がったと思うよ、受け入れて、いや本当ですよね、うん、ナイスボギーですよ、うん、いやでもその一打だったんだ、その一打だったら悔しいね、うん、うん、しかも18番のカウントバックだ、そういうことだ、うわーそれはきついわ、うん、最終ホールだもんな、途中ならまだしも、これねスクランブルとか、ね、これはね悔しい思いしてるから、本来ステッカー今手元にあれば、うん、社員マスロさんステッカー言ってましたね今言ってた、はい、うん、お詫びも込めて、まあぜひね、まあ、懲りずにまたコメントください女性の方からのお便りは少ないんで、なるほど、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこれいきましょうか、もう、はい、エース、エース、ちょっとあんまり面白くないですけどね、面白くないエースそんなのはエースとして大丈夫なのか、ちょっとある人です、これじゃあ今、うん、この名前を聞けば皆さん、うん、お察しいただけると思います、はい、ペンネーム、はい、爆乳貧乏、出た、完全な今エースになってますただ前回の普通のお便りによってエースの座が揺らいでおります、いやイップスなんですよね、ちょっとこうコメントイップス、やっぱり怖くなっちゃう、うん、おはがきイップスになってます、責任感が出ちゃって、爆乳貧乏が、はい、責任ない状態とは全く違うんで、うん、もう今は、うん、他で見つけたネタを書いてるまであります自分の体験談ではなくてお金払ってね、ライターさんにお金払って書いてもらったり、ゴルフ面白ネタで検索した、ワードを送ってきてる疑惑も最近出てきてます、そうなんですね、ちょっと行ってみましょうか、はい、アウさん、ネコさん、こんばんは。こんばんは、デリラジ、毎週楽しみにしています。ありがとうございます。私はだいたい月に多くて2回ラウンドできればいい方なので、はい、ラウンドの日程が決まると2週間前ぐらいから毎日天気予報をチェックしてしまうほど楽しみにしています。1週間前はかなりだな。かなり楽しみにしてますね。うん、もう遠足レベルですね。小3以下の遠足レベルですね。それに対し友人はラウンド回数が多いせいか、約束したことも忘れるします。人もいいな、直近になって確認しないと来ないんじゃないかと心配になります、猫さんみてえだな、それぞれ感覚は違うと思いますが、これもデリカシーに欠けているんじゃないかと思います、お二人はいかがでしょうか、クソつまんねえハガキだななんだこれ、おいおいどうした、爆乳貧乏、目覚ませよ爆乳どうしたちょっとね、読まなくていいぞこんなの、そうだだ、まあ、一応これ貧乏じゃなきゃ読んでないです、どういうことつまりどういうこと、いやつまり、うん、自分は楽しみにしてるけど、うん、友人がなんかこう忘れてるようなやつがいるってことじゃないですかね、あ、まあね、いや多分俺もやっぱそう思われてる節あるかもしれない、うん、結構ラウンド行ってるように思われてるから、一つのラウンドが、なんか雑な感じになっちゃってるかもしれない、そう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 、うん、慣れすぎちゃってね、そうそうそう、ゴルフに行くことに対して、うん、なんか構えなくはなっちゃいますよね、うん、もう俺は別にそうはないんだけど、うん、僕なんかはやっぱりもうゴルフ場行ったら、うん、カバンも表で下ろさないんですよ、うん、どういうこと、なんで玄関に寄せてみんな下ろすじゃないですか、うん、もう慣れすぎちゃって、うん、なんていうんですかね、車から担いでいくっていう、車から担いでいっちゃう、うん、これクラブの出し入れもそこでちょっと、うん、ちょっとウェッジが今日こうだなとか聞きましたが、これがマウントですよ、うん、俺聞きましたよ、 KGA では、はい、そのクラブを、うん、バッグを、うん、その、ね、玄関のロビーで下ろす人はいないと聞きました、
まあ中にはいるんでしょうけど、駐車場から担いでいくのが、うん、そうエリートだと聞きました僕は。要はゴルフ場の方に余計な仕事をさせないって感覚なんですよ、うん、あでもゴルフ場によってはバッグを担いで歩いてきたら走って向かってくるゴルフ場もあります、うん、それが申し訳ないんですよ。申し訳ないでしょ、はい、だから下ろすべきなんじゃないかって意見がなるんですけど、そうだから僕は自分のホームコースとかはもう来ないの分かってるんで、うん、ちょっとこう担いでいっちゃいますね。なるほどね、うん、だからロッカーが車みたいな、うん、いやまあ、そ増えましたよ。だからそういう人が増えましたよ、ね、コロナ以降ね、うん、以降ね。僕も基本ロッカーは使わないです、うん、アウトも使わないですよね。うん、そのゴルフする格好で行くのが、はい、なんかもうだからそれこそジャケット着用みたいなとこもあるけど、うん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 、コロナ以降はちょっとそれが緩和されました。確かにだから許されるようになりましたよね、うん、内情がだから革靴履いてそうあのジャケット着てください、うん、で中で着替えてくださいっていうのがいかに効率が悪いかと、うん、いうことにゴルフ場側も気がついてしまいましたよね、ええ、この辺でいいんじゃないかな。バッキニュー全然話それてますけどね、うん、バッキニューはそういう友人にはどう思いますかっていうことです。ちょっとごめんなさいだな。でもね、友人なんで大事にしてあげてください。その通り、うんうん、そういう人もいる、そういう人もいるんで、うん、ちょっとなんか俺とのラウンド雑になっちゃったなこの人って思って、うんうん、悪いとこばっかりじゃないんで、うんうん、あとは腹割って話すことですね、うん、猫さんのことじゃないこれ大丈夫次の動画次いきます新人です。新人ルーキー、はい、うん、ラジオネーム、はい、ぶっかけゴルフ塾。ぶっかけゴルフ塾、ちょっと聞いたことあるようなないような、語呂がね、うん、語呂がどっかで聞いたことあるような、ちょっと下ネタも入りか、うん、言ってたぞ今ぶっかけゴルフ塾か、うん、小さい、まあいいや、なんかあれだね、はい、ちょっとラジオネームで受けを狙いに行ってますね、捕まえに行ってますね、たま捕まりすぎてますね。ちょっと左行っちゃってます。はい。あさん、ねこさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ拝聴しております。ありがとうございます。私はリフティーゴルファーなのですが、練習場で左右打席、左優先で堂々と右利きの人が練習されています。100歩譲って他の右打席が満席の状況なら許せます。ただ、他の右打席が余裕で空いているにもかかわらず、左右打席で打っているんです。この間、自分左なので変わってくれませんでしょうかと言うと下打ちされました。インテンショナルシャンクでこめかみにぶち当ててやろうかと思いました以上。いやー、マジでこれはデリカシーない話ですね。いや本当だよこれは、うん、なんでって感じですよね。いやでもね、気づいてないパターンも中にあります。いや本当それ知らなすぎっすよ。でもうんうん、まあそうだな、多分あれかな、朝の練習場かな、だよね、あのゴルフ場の左だって1か2ぐらいしかないですよね。まあ1です。1ですよね、端っこだけですよね。あって2です、うん、でそこで右打席、いやだ知らなかったんだろうね。あ、なんですかね。いやで、いやこれは想像で話しますけど、はい、どうぞ。端だよね、うん、で端で練習した人もたまにいるんで、ちょっとなんか恥ずかしいみたいな人、なるほどなるほど、端で練習したい、うんうん、だから多分端でやったんじゃないかな、で言われたからチェってなったのかもしれない。なるほど、わかんないからね、うん、まだだからゴルフそんなに、そうそうそう、あんまやってらっしゃらない可能性ありますよね。うん、だからそれもまあ言い方だっただろうな、その言い方っつうかその言われた方がね、うん、いやそれ気づかなかったやつっつって、いやどうぞどうぞ僕ずれるんで。下打ちってね、満席じゃなかったわけだもんね。そうこれマジで知らなかったんじゃないかな、気づかなかったんじゃないかな、気づいてないんだと思うんですよ、ね、素人の可能性もあるな、うん、だからその人の前で、うん、その人の前が打席空いてるんだったら、その人の前で素振りしてないんですよ、うん、鏡みたいに、うん、その人が右で打つのに合わせて、うん、こっちは左で素振りするじゃないですか、うん、そうするとその人は素振りでパッと顔を上げますよね、うん、なんだこいつってなるじゃないですか、うん、でもう一回それやるわけですよ、うん、でその目の前にいる左でパッと打つじゃないですか、うん、素振りするじゃないですか、うん、また真似されたってなるじゃないですか、うん、何って言われますよね、うん、
いや僕左なんですよって言えば、うん、あっって気がついて、うん、どいてくれたかもしれないですよね。いやなんかすごい意味わかんないコメントだった今。怖かったわ怖かった。いやなんか怖かった。なんか無理やりいいこと言おうとしてたから怖かった。いいことは言おうとしてないですけどうん怖かった。いやでも左鏡になれるわけですよ左の人って。うん、うん、言えばいいから言えばいいというか、まあ最悪、うん、まあ待つしかない。もし俺が左だったら、まあ、ちょっと開くのを待つ。でもこれ俺思ったわ。思ったわ。これ俺管理不動産屋やってるんで、うん、管理会社あるあるなんですけど直接言うからこういうの揉めんすよ。ああなるほどね。いやそうで、それまあ俺言ったじゃん前。え？そう俺のさ俺のところをすごい真似してんじゃん前回の動画か、いや前回の動画かなんかでさ、はい、そのアプローチ練習所でパターを練習してる人がいるって猫さんが言ってたじゃん。うん、はいはいはい、で、俺それ言うのって言ったら、いや猫さん注意するって言ってさ、いややめた方がいいよって言ってさ、うん、やっぱそのゴルフ場の人に言って、うん、ゴルフ場の人から注意してもらった方がいいよって言ったじゃん、うん、俺。だからちょっと脳裏にそういうのがそれが自分の意見のように今言ったから怖いよな全然パターン違うじゃないですか。でもいやでも同じことですけど、いやだから自分でって、いや何を落としたの管理会社。いや管理会社だから俺、うん、よくね、うん、これ騒音問題とか、いやだから、うん、行かないでくれって言うわけでしょ。そうもうやめてって思うの、うん、もう余計喧嘩になるから。挨拶も行かないでっていうことですよ。そう、うん、もう下からもう突き上げるやつがいるんで、うん、もうやめろって。だからこっちに管理会社に行ったら当たりされなく、うん、そうちょっとマニュアルもあるから、そうそう一旦ね、うん、一旦ちょっとこういうことなんでっていうの誰とか言わずに、うん、左右下上わかんないけど、静かに、うん、ちょっとこういうクレーム来てるから一旦静かにしてから出ないと、うちらもねこれ退去してもらうとかそういう話になっちゃうから、うん、っていうことで言うのと同じように、うん、ここは左の座席なんでね、ちょっとこうどいていただければですね、左の方がこうだと打てないんでなんとかどいていただけませんでしょうかって言えばいいですよね。あゴルフ場の人に言うんじゃなくて、ね、言い方を、いや、ゴルフ場の人がこうやって言わなきゃダメです。ああ、うん、もう完全に俺の、俺の正論をパクったよね。前回聞いてない人だったら分かんないけど。さも俺が正論言ったみたいな、ね。そう、俺はそれ言ってたから。俺も同意見なんですよ、それは、青さん。でも、その時全く無反応だったよね。俺覚えてんだよ。俺すげえいいこと言ったのに、こいつ全く響いてないと思ったのね、その時に。そしたら、今週自分の意見のように言ってきたからね。逃がさないよ。うん。ありがとうございます。いや、そういうことなんですよ。だから、まあ、練習場とかでもね、なんかあった時には、はい、その、直接言うんでなくて、今の世の中ね、どんな人がいるか分かんないんで、分かんないですよ。だから、ゴルフ場の人とか、ね、うん、練習場の職員とかに言って注意してもらった方が、まあ、いや、もう本当にいいですよっていう話ですよね。気をつけましょう。はい。以上です。だってこの人自身が、うん、インテンショナルシャンクでこめかみにぶち当てようと思ってるぐらいですからね。明日は我が家だから怖いね。怖いですよね、うん、この人もこの人なんですよ、うん、ジョークで言ってんだからさインテンショナルシャンクでこめかみにぶち当てるなんてそんなものは無理でデシャンボーでもできないから。いや仮にやろうとしてんだったらほら、うん、相手もそう思うかもしれないんで、うん、自分も思うように、うん、相手も思うかもしれないということで気をつけましょう。次いきますね、はい、次はですね、またこれまた新人さんでございます。新人さん、はいはい、ペンネーム、はい、SM さん。 SM、 はい、うん、SM 丸ですね。しかも丸がついてます。 SM 丸、うん、アウさん、ネコさん、質問があります。どうぞ。ラウンドはほぼ老害のおじさんたちとばかりで、うん、たまに女性が加わってもその気にもならないおばさん方という非モテゴルファーです。ああ、なるほど、はい、言います。この前コンペで20代のそれっぽい女子2人と30代イケメン君との組み合わせでした。ラフに入ったボールもフェアウェイに出してあげたり、グリーンでも2メーターくらいの女子がつけると OK 出すし、イケメン君のモテ力に感心させられました。さらにカズプロっぽくフラットビルキャップのツバを後ろ向きにかぶってやんちゃ男子のところも見せてきて、女子2人がイケメンに釘付け。昼休憩も美容話で盛り上がってるし、嫉妬に明け暮れたコンペとなりました。多分これドヤさんなんですけど、ドヤさんをドヤソンって言ってますブライソンデシャンボー的な、ドヤソン、ドヤソンブライソンデシャンボーみたいな、うん、打ち間違いなのか、これわざとだったら相当な腕前です、うん、ドヤソン、うん、TG さん側、うん、ではないお二人にモテゴルファー、モテポイント、モテ仕草をご教授
願えたらと思います。どういうこと待って、どういうことドヤソン DG さん側ではないと我々は。ああ要はモテゴルファーじゃない。あ、俺らはそのコメントしてる側だと。コメント、え、なに SM さん側のお前ら二人が、あの、モテゴルファーについて語れと。はい、語れと。モテゴルファーのモテポイント、モテ仕草を教えてくださいと。なるほど。確かにね。だから我々は、モテ方が違うでしょってことは多分言いたいと思います。うん。あの、ディスってるわけじゃないですか。いや、そうそう。うん、いや、わかるよ。だって、あの、どうやら参考になんないかんね。うん、そう。あれだけ上手くてプロで、かっこよくて。かっこよくて、で、あの、そのホスピタリティ、うん、さっきのその、ね、フラットビルの、はい、あの、若者よりも全然その、あの、もうスマートなゴルフします。そう、クラブのね、拾ってあげたいが。拾ってあげたいが、うん、もうほんとすごいもう、はい、で、やりすぎ感も全然出ないんで、ナチュラルなんですよね。だからマジで、はい、抱かれてもいいぐらいになっちゃうもんね。ドヤさんとラウンドしてると。うっかり。うん。うっかりですよ。気がついたらベッドの中にいるんじゃないかと思う。そうそうそう。はい、だそれはマジで参考になんないです、うん。それに比べて俺らは身近な存在ふざけんじゃねえって話じゃん。冗談ですよ。冗談ですね。で大型新人ですよ。で、なんだ、いや、すごくでもいい質問だと思う。いや、だからそのモテゴルファー、モテポイント、モテ仕草を教えてくださいってことですね。どうしたらいいかと。うん。だから、モテたいんですよ。だからさっきのそのフラットビルキャップの、はい帽子をくんにかぶりしてる男カズプロみたいな。カズプロみたいな。はい、うん。で、だから、それは、ドヤさん側ってことですよ。だから、それは参考にならない。参考にまあ、こいつと一緒に回ってたからね。うん、ちょっとだから、いけすかなかったんでしょうね。うん、まあ、簡単に言うと。いけすかね野郎だよ、そいつは。そう、マジで。いけすかねですよ。女子2メーター OK はダメだろ。いや、だから、コンペ、うん、ある意味コンペ荒らし的な感じでしょ。そうそうそう。コンペに、いろいろ参加して、それでちょっとこう、はい、女の子とこう、うん、仲良くなるのを目的にやってるでしょ、うん、我々が、唯一できることがあるんです。これは後で言います。うん、今じゃなくて。メンバーシップで言いましょうか。うんうん、メンバーシップって、いや別に、そんな、どうでもいいことだから別に今言っていいんじゃないかな。いやもう飛び切りのがありますけど。強くなる。今言っていいですか。いや強くなるじゃないです。うん、これは。何これマジで、恋の餌やりです。恋の餌やり、これはちょっと面白いね。メンバーシップ誘導できるワードが入ってきたよ。なんとなくわかるけど、面白そうだね。恋の餌やりはじゃあ、詳しくは、うん、メンバーシップで。うん話しましょうか。うん、いや、マジで今話していいよ。話して面白そうだから、聞きてんだ、今。いや、うん、もうまずは、うん、動物に優しいっていうのはまず伝わりますよね。あ、この人優しい人だと。ちょっと今から猫さんが、こんなクソ親父でも、はい、モテるっていう方法を今から話します。で、そんなハードル上げなくていいですか？いや、で、それの一つとして、恋に餌をやることらしいです。はい。だから必ず池があるかどうか確認していただいて。うん。だから恋の放たれているゴルフ場のコンペに参加しろと。そうですね。はい。オークヒルズが一番いいですね、じゃあ。オークヒルズの16番、17番の恋は、もう、うん、俺見たら寄ってきます。あそこにしかいません。いや、お前だけじゃないです。あれは、ね、誰かが餌やってんだろうなってわかるぐらい、人が行ったら寄ってきます。うん。そうなっちゃうんですよ。うん。そういうおじさんがいっぱいいると。うん。この恋が飼いならされてしまうんで。うん。で、それに餌をあげるんだ。それに餌をあげるんです。そうするとモテんだ。しかもパン一斤。パン一斤。血一斤、まだ刻まれてない。うん餌をあげないでくださいみたいなのもあるじゃん。いやもう、大丈夫なあいつらはそれで食ってるんだよ、オークヒルズのやつ。誰かがあげない。オークヒルズ的には、恋に餌やってOKなの？あげてないはずです。いや、OK なの？いや、あげてないはずですよ。もうだって、メンバーがパンあげてるんで。あ、じゃあもうそれは OK なの、ね、多分ね。ダメって言われた。まあ、僕はちょっと正直ごめんなさい。すごい逃げ腰になってきたね。パン一斤あげちゃう。パン一斤をこうちぎって、うん、あなたもどうぞってちぎらせるんですよ、ね。うん。一緒に恋をあげるわけですよ。うん、雅のあの雅のあれはデニッシュはダメ？ダメですデニッシュは。油多いんで。油そうだよね。カロリーあれ2万カロリーあるからね。あれだけで汚れちゃうんで。うん、あそれ餌をやることによってポイントを上げるんだ。コミュニケーションもできるし、あこの人ゴルフこなれてると。ああなるほどね。どうでしょうかこんなのは。いやー、大丈夫かな？それだって16番と17番でしょ？もうハーフ休憩も終わって、もうゴルフへの熱が冷めてる頃。はい、うん、そうですね。後半も後半ですか。スコアもボロボロ。そこでいきなり恋に餌をやり出したおじさん。大丈夫か俺。モテる。俺これやりに来てんだよって言ってください。俺、これやりに来てんだよ。そ
さもゴルフじゃないと。それまでは、それまでは普通のゴルフでしょ。特に喋ることもなく。スコアが悪くても、うん、あ、この人これやりに来たんだ。あ、16番にしてやっと口開いたこの人。ハーフ休憩でも一切喋れなかったおじさんが、唯一喋った一言が、俺、これやりきてんだよ。って言って、うん、おもむろに一気に出して、こう、あげてください。もう、なんて優しい人なの。あのおじさん、パン一気持ってたんやって。カードバッグに積んでたの、パン一気やったんや。怖っ。なんない大丈夫です。大丈夫。一回やってみてください。ああ、わかりました。一回、そう、やらずして、あの、ものを言わないでくださいって、うん。じゃあ、だから、SM さん。あの、まずは、ゴルフ場行く前に、パン、一斤買っとってください。そうですね。これ、一斤じゃダメですね。一斤じゃそんな食パン2、3枚じゃ、そんなのもう。そんなのね。迫力ないんで。うん。あ、こいつ一斤なんだっていうね。一斤あげるまで時間かかんない。スロープレーになんないかな。早く打ってくださいってなんない。このスマートな男に、同伴者の男に、おじさんおじさん早く打ってよ、何餌あげてんの、俺はこれやりに来てんだよって言ってください。おじさんこれやりに来てんだって、あっち行こうぜってなんない。面白いって。腹立っちゃいますね、うん、いやちょっと俺、素晴らしいハガキでしたね、うん、はい、これだけ曇るハガキ珍しいですね。曇ってきたね、熱気が、熱気が。はい、俺の意見はない、聞かないで。いや、聞きますよ。いや、うん、はい、いや、マジで、でもモテようなんて思ったことないから。確かに。ゴルフやってて、確かにそうですね。普通にゴルフやるだけで、うん、まあ、もちろん女性には、うん、まあ、そんな2メーターオッケーなんかさせないけどですね。そうですね。うん、まあ、普通に。まあ微妙な距離だったら、うん、あー、いつもオッケーっつって、うん、で、あ、オッケーだったらオッケーでいいけどっつって、うん。うん、やりなっつって、普通に優しく真摯に、普通に別に男も女も関係ないけど、別にあそこに分け隔てない、まず、まず行かないからね、コンペに。まあ、ゴルフでモテるってあんまないっすよね、正直。いや、だから、いや、でも多分あると思う、うん、だからモテんすか。いや、だから、まあ普段そんな、うん、まあ日常生活もまあモテてモテてなくてもどっちでもいいんだけど、うん、ゴルフが多分ちょっと上手ければ、うん、あ、素敵とはなることはあるんじゃない。あ、そうっすか。いや、わかんないけど、俺もそんな経験ないからわかんないけど。ないっすよね。しかもコンペで女性の人と回ったから、もうないから。あ、だからコンペ行かないっすもんね。コンペ行かないからわかんないよ。もうそもそも女性の人口が少ないから。だからコンペ行って、そのね、あの、うん、なんか、それっぽい女って書いてあったっけ、うん、あれの意味がまずわかんなかったんだけど、うん、まずコンペに行って、うん、その女性と二人がついたことで、まず、うん、あ、ラッキーって多分思えればいいんじゃない。普通だっておじさんと ね、うん、え、なんか悔しかったんですよ、そのフラットキャップの野郎に。あ、なんかそいつにキャッキャしてるのが、まあ、いや、俺分かりますよ、それ。 SM さんの言ってることは確かに、自分がモテたいとか以前に、うん、なんかそういうやつがチヤホヤされる世の中ってどうなのって、うん、恋に餌あげてる男の方がかっこよくないって俺はもう思うんですよ、うん、いや、まあそりゃそうだよね。多分、うん、どやより多分かっこよくないでしょ。どやより下手でしょ。そいつが、ちょっとスマートなだけで、モテるってことにやっぱちょっとイラッとするか。そう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 。そういうことだと思うんですよ、うん。だから自分がモテるというよりもですね。うん、まあでも、最後にはモテゴルファー、モテポイント、モテ仕草を。まあまあ、最後はやっぱ強くなることですね。あ、とてつもなく。うん、もうそのフラットキャップを、後ろ被ってると何も言えなくなるぐらい。うん、そいつが、この場合どうするんでしたっけ、うん、でプレーを見ただけで質問というか、うん、あ、これ OK いいんでしたっけとかってこう言ってくるぐらい強くなれってことです、うん、なるほどね、うん、あ、でも俺一つだけあるわ、はい、なんかイライラしないことだと思う。なるほど、その状況で、いや、だから、うん、スコア悪くてもミスショットしても、うんうん、なんかちょっとまあ、その組に女いなくても、うん、ちょっとなんかイライラしちゃう人いるじゃない。はいはいはい、あの姿ってやっぱりあんまり別に男女関係なく あんまり気持ちいいもんじゃないじゃない。ゴルフにね、うん、イライラしない。そうそうそう。なるほど。なんかすごい、うん、なんかすごいイライラする人いるじゃない。いるでしょ。うん。怒ってちょっともう機嫌悪くなっちゃったりとか。うんうん、あれ
してないだけでなんか気持ちいいからね、うん、確かに、うん、そのダメな自分も楽しめてるような人ってことですね。 それが一番人間としてうん、あの大切なことかもしれませんね。結構いるじゃない、かなり多いじゃない、うん、かなり多いです、そういう人、はい、うん、その本来いつもできてるはずができないっていう感覚からそう陥っちゃうんだと思うんですけど、うんうん、だからまあそうですね、それが一番ですね。まああとその恋の餌やり、うん、恋の餌やり、まあ、かなり重要視した方がいいと思います、うん、そのスマートにやりながらも恋に餌あげてたら、うん、心穏やかで素敵な人ってなるかもしれないですね。うん、ね、パン一斤買ってってください。こんなとこですが、こんなもう一個あります。まだあんの？あるんですよ。結構今日も読んだよ。いや、結構ほんとね。うん。だいぶ増えちゃってんですよね。うん、まあ、ちょっといいっすか、読んどいて。どうぞ。はい。うん、あ、この女性です。貴重な。貴重な女性。ペンネーム、うん、後藤新。なんか聞いたことあるぞ、後藤新さん。これちょっとつながるな。え、この方も女性だったんだ。女性です、実は。なんで知ってんの？なんで知ってんの？女性ゴルファーあるあるって自分で言ってます。あ、言ってんだ。はい、うん。え、男性ゴルファーが女性ゴルファーあるあるって言ってる可能性もあるけど。まあ、ちょっと、うんうん、多分女性だったんですけど。まあ、多分女性なんじゃない？今の話、ちょっとつながるとこあります。マジで？はい。言います。聞きたい。女性ゴルファーあるある体験かもしれません。うん。こんな人に会った時どんな顔するのが正解ですか。だから女性側の意見ですね。なるほどね。非常に面白いです、うん、1番グリおじかっこグリーンおじさん、2プレおじかっこプレゼントあげたいおじさん、この2種類がいるそうです。全然意味が分かんない。はい、いきます。グリおじは私が打つパットのグリーンを適当にここに向かって打つ感じとマイホール行ってくる、うん、その通りに打って外れるとあー強い、あー弱い、もうちゃんと狙ってと言ってくる、うん、グリグリ、たまに入ると、うん、ほらねとドヤ顔。次いきます。やってる感想あんな俺、はい、うん、パー取ったらプレゼントあげるが口癖のプレオジよくないそれ。パーが取れないと次回のラウンドで頑張ろうね、プレゼントあげるからと言ってきます、うん、いらねえって話。、グリオジもプレオジもニコニコ答えると逆効果、ムスッとすると空気悪くなりそうで、うん、ストレス抱えたままジファチョール回るのも辛くなってくるって話。なるほどね。どんな表情と態度でいるのがいいと思いますか。おじより上手くなる以外はないのでしょうか。いやこれ女性悩みじゃないですか。まあグリおじに関してはもう完全な教えまだね、うん、そうよくいますよね。でもね、うん、LINE 一緒に読んであげて、うん、ここねって打ち出しここねって言って、まあ、プロがやってるするじゃないですか、うん、正直。まあでもまあ教え、まあ、まあ女性は、まあ男性にはあんまないじゃない、そんな初対面で、うん。女性はやっぱやられちゃうかもしれないね。やられちゃいますよね、うん。それがまたちょっとあんまり上手じゃなかったりすると余計、こうやってやんだよみたいな、うん。どんな顔すればいいか。うん。その人とのゴルフだったら、でも一応ニコニコしてればいいんじゃない。でもまあ。無理ですか？うん、だから、でも楽しめないけどしょうがないよね。まあだからあんまり、だからそういうのまだ行かなきゃいいだけの話なんだけど、それが断れないんだ、うん、断れないんだ、断れないんだったらラウンドなら、うん、行かなきゃいけないラウンドじゃない、うん、だからもう本当だから接待ラウンドみたいになっちゃうけどしょうがないんじゃないかな、うん、それがプライベートならマジで行かなきゃいいだけだよね。まあ確かにそうですね、うん、どういうシチュエーションか分かんないですけどね、コンペなのか、うん、いやたまに一人予約行く人もいますからね今。あ、女性でもだからもう、うん、あ今日外れだったなって思うしかないよ ね、 そうね、たまたまその日がそういう人だったら、うん、でもこれ裏側から行くと、うん、さっきのねこれモテゴルフの話じゃないですけど、うん、男性からしたらこれ良かれと思って完全にやってますよね。もちろん、ね、教えまは全員良かれと思ってですよね、うん、その人のために良くなると思ってやってることなんで、うんうん、猫さんもそうだもんね。うん、まあ俺あんまこれ本当にね、うん、俺教えたくないんですよ。あ本当に、うん、俺が教わって生きてきてないんで、うん、自分で強くなるしかないと思ってるんで、うん、でもよくやってんじゃんインスタで。じゃあよくまあいいや、まあいいやね。プレオジ、プレオジパー取ったらプレゼントあげちゃう、うん、なんかちょっと初めて聞いたからそれを、うん、いやでもね結構いるらしいっすよ、うん、次のラウンドにつなげようとしてくるらしいんですよね。どういうこと。ああそう、ああそういうこと。そうプレゼントあげるっていう行為もそうだし、うん、パー取れなかったとしても、うん、次パー取れたら
あ、プレゼントあげるからまた次も行こうよってこと？次回のラウンドで頑張ろうね、プレゼントあげるからって言ってくるんです。あ、そういうこと？はい。あー。だから物で釣って、ラウンドに誘ってくる。また、うん、うん。いや、まあ、行きたくなかったら断ればいいんじゃないかなっていうあれなんだけど。ただそれが仕事だったら行かなきゃいけないなっていう。うん、行かなきゃいけないですね。うん。どんな表情で態度でいるのがいいんでしょうかって、まあ、確かにそれやったらどうします？アオさん、俺が例えばアオさんにしきりに、アオさん次パートったら1万あげますよって。もう全力でパートる。うん。うん、え？全力でパートる。うん。パートたら1万円くんだよね。うん。もう次も行こうよ早くっつって。いつ行くっつって。怖え、それだ。いや、一回、それ、それだ。一回パー、一回パー取ったらプレーで、プレーで行くから。取り立ちましたよ。怖え。パープレー出すよ。うん、18万。それだ。何？それです。どんな態度でいるのがいいのかっていうのはもうそれ。向こうがパープレ、パー取ったらプレゼントあげるって。ああ、取るよ、取るよ。プレゼント。次パー取っからって。アメちゃんだったらどうすんの？聞けばいいですよ。何ですか、プレゼント。うん。何のプレゼントですか？何プレゼント？現金ありですかみたいな、うん。ちょっと早口になった方がいいね。何プレゼント？何プレゼント？何それ？現金？一万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 ？ありがとうありがとう。うん、行くよ次行くよ次行くよ。怖い。怖い。だからまあ一回聞くことだプレゼント。そうですね。うん。それ最高でしたね今。うん。さすが。一発解決です。これもご当人の解決じゃないでしょうか。解決したのかな。うん。だからあのプレゼントくれるプレオジにはえぐくプレゼントをもらっていけってことだよね。そうそうそう、えぐく、うん、放り込んでいった方がいいですね、うんうん、しつこいぐらいに、うん、はい、ということでそんな感じか。こんなところでちょっと本当読み忘れがね、うん、まあまあでもまあ時間的にも、まあ時間的にこの辺でね、まあまあ読み忘れていいのがあったらまた次回にやるということで、はい、今日のラジオは、こんな感じなんですけども、ここで皆さんにねご報告というか、告知があります。明日日曜日、夜ね久々の 2K ライブやります。うわー久々っすね。ラジオ始まってから 2K をやってませんでした。ラジオはじそうすぐやってなかったんで久々に 2K ライブやりたいと思います。マスターズ最終日直前 2K ライブです。いいですね、ホットです。まあ、やる内容としてはこれ今のところの予定なんですけども、はい、マスターズのコースオーガスタナショナル で、はい、でゲストはアラサーちゃんを迎えます。来ました、アラウンド30。久々のアラサーちゃん、1年ぶりぐらいかな、はいはい、僕とアラサーちゃんと猫さんのオルタネードです。はい、代わり缶番号ずつに打って、で視聴者と対決するっていうことで、なるほど、ぜひね腕に覚えがある視聴者続けやってるよって方はね、うん、ぜひ参加していただいて、うん、もし参加者いなかったらまあちょっと他の企画考えたりするんで、うん、日曜日の19時そうですね、か20時あたりに、ね、やります、はいはい、ちゃんと決まってません。ぜひねラジオしか聞いたことない人は顔を見たことないかもしれないですよ。そんなやついるかもしんない、うん、かもしれないかもしんないですね、うん、だから生の顔見たい方はぜひね、そうだね、はい、通勤、うん、の方に遊びに来ていただいて、アラサーちゃんともね久々、うん、うん、アラサーちゃん楽しみ、うん、上手くなったかな、やってないでしょ、やってないよね、うん、っていうのが、明日告知になります。告知ですね、うん、でこの後ね限定動画もアップしたいと思います。限定動画では何、さあ何で誘導する。いやまあさっき言ったの何でしたっけ、わかんない、俺覚えてない、あんまりにも長くて、うん、ちょっと内容が入ってないんですけど、誘導できないよこのままじゃ。いや、あのまあボールの秘密、あと、うん、まあ今週のマトゥーリマジであんの、金払って聞きたいかどうかわかんない、知らん、それ知ったことじゃないです。今週のマトゥーリだけは表でできないんで、なるほど、裏でやらせていただくしかない。ねえゲンゲンチャンネルの、中枢となる、あんまり言わない、裏でしか言わないです、うん、言わないでください、はい、すみません。の、あの新しい情報あるんですね。当たり前です、うん、まあ、一歩先に進みましたんで、はいはい、まあ、それを限定動画、あとねあのちょっとランバースポールの話にも触れていきたいと思います。なんか昨日のねあのインスタグラムの投稿でね、いろんな人が遊び行ってましたよ。いやみんな和気あいあいしてましたね。昨日誰言ってたんだ、アラサーちゃん、すごい、エビス、うん、ね、グリーンとかピンクとかいて、あとポンコツさん、うん、あと瀬戸春ちゃん、うん、
あと誰いた、カズプロもなんか言ってたよな。いや、アサミマジで今もう YouTuber だらけですよ。今アサミにゴルフクラブに行けば必ずゴルフ YouTuber に会えるんで、ちょっとねだから、うん、まあ、進行状況、うん、まあ、どこまで進んでるか分かんないですけどね、うん、まあ、ただあの和気あいあい、僕はちょっと物申したいことが猫さんがどうしてもあるっていうことで、それをちょっと限定動画の方で、まあ、いいや、はい、そうですね、やっ、あ、そうだ、それに物申したいんだよね。物申したいです、ね、うん、それはちょっと限定動画の方で月額490円でやってます。メンバーシップぜひ加入してみてください。ありがとうございました。